おはようございます。科学技術振興機構、バイオサイエンスデータベースセンターの岸田と申します。今日お忙しい中、この講習会にご参加いただきまして、ありがとうございます。また特にその渡辺先生はじめまして関係者の皆様には、この講習会を開催するにあたりまして、さまざまなご準備等をしていただいて、大変感謝しております。ありがとうございました。今回の講習会、私どもやっている統合データベース講習会というものは、今、渡辺先生からも簡単にご紹介していただきましたけれども、年に数回、全国の、大学であるとか、研究機関を回りまして、大体通常は1日ぐらいの日程で講習を行っています。1日か1日半が多いんですけども、今回は2日間やらせていただけるということで、お忙しい中皆さんご参加していただく中で、中だと思うんですけども、皆様のその研究活動にお役に立てるような情報が少しでもご提供できればというふうに考えています。2日間ちょっと長丁場になりますけどもよろしくお願いいたします。でまず最初に配布した資料の確認だけさせていただきたいと思います。クリアファイルの方に資料等が挟まって、あと一部ホチキス止めした資料がついていますけれども、まず、これが NBDC の、パンフレットになります。これはまた講習の中で若干一部最初の課題のところでご紹介することがあると思うんですけども、これはまた後から、見ていただければと思います。あと DBCLS、 これは私どもの兄弟のような、組織なんですけども、そちら の、 紹介のパンフレットが一部入っています。でその後、講習、課題 の、 その、内容の資料が、3部 NBDC の紹介というのと文献情報関連サービスを活用するというものと、サイトスケープを使ったというような資料がちょっと分厚めのホチキス止めの資料が、3種類入っているかと思います。ここまでなんか足りない資料ってもし足りない場合、足りない方っていらっしゃいますか？大丈夫ですか？であとは、JST ニュースということで、これは私どもの、宣伝の、ペーパーになります。で、あと、失礼しました、ランチマップがありますので、学外の方は、ご活用いただけるかというふうに思います。あとアンケートが1枚入っています。でこれは参加したものに対して、それに対するちょっと簡単な感想を書いていただくといいますか、選んでいただくと、選択肢の中から選んでいただくというような形になっていますので、参加しないものはそのままで構いませんけれども、参加していただいた課題につきましては、アンケートの書いていただいて、途中で帰られる方もしいらっしゃいましたら、こちら の、 前のテーブルの、出口入り口のそばにアンケートの回収箱がありますので、そちらに回収していただいて、お帰りいただければというふうに思います。以上配布資料の確認をさせていただきましたが、足りないものとかご不明な点ございますか？よろしいですか？はい。じゃあそれでは最初の課題の方を進めていきたいと思います。で私がご紹介するのが NBDC の組織でどういった組織であるのかというご紹介と、 NBDC が提供するサービス仕事の内容について簡単にご紹介をさせていただくという時間を1時間半ぐらい取らせていただいております。これがその、お話しする内容の目次になります。講習を始める前に今資料の確認をさせていただきましたけれども、この資料、課題の資料については、ウェブで、ダウンロードしていただけるような、これ事前ちょっとご連絡してあるかと思うんですけれども、事前にダウンロードして使っていただけるようなものになっています。また今回ご都合で参加されない方に対しましても同僚の方にですね、ご紹介していただければまたそれを使って勉強していただけるようになるというようなものであります。でその紹介をまず、最初にしまして、あと2番目としまして、JST の、役割、と NBDC の取り組みについてご紹介をさせていただきます。
でその後、3番目としまして、私どもの提供しているサービス、でこれが今回の、主要なお話になるかと思うんですけども、カタログであるとか、一括検索、データベースの一括ダウンロードサービスについてご紹介します。あと4番目のところで人に関するデータの関連サービスということで、最近ですね、人のデータに対して、特にその個人情報等を含んでいるものに対して、さまざまなセキュリティを施して、データを公開するようなサービスを始めましたので、そのご紹介をさせていただいて、5番目6番目のところは、時間がちょっと許す限りになってしまうかと思うんですけども、その他のサービスと、今後の計画と、我が国のそのデータベース統合の連携の状況についてお話しさせていただきたいと思います。でまず最初に講習会の資料については、先ほど申し上げました通り、ウェブのページが作成されていまして、そこでそのダウンロードできるようになったりしています。でものによってはその、講習会の内容の資料そのものがそのウェブページで作ってある場合には、そこにアクセスしていただいて、それを見ながら、講習の方を進めさせていただきたいと思いますので、ここのページについてはですね、何度かその行ったり来たりするかと思いますので、常にちょっと開けるような、状況にしていただければと思います。でこのページなんですけども、ここにその URL が書いてあって、一類に電子ファイルとして皆さんダウンロードされて、今それを見ている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、その場合には PDF ファイルでここを、クリッカブルになっているので、押していただく と、そこのページに、飛ぶようになっています。でこれがその講習会のページになっています。でざーっと下まで見に行くと、ここにプログラムとありまして、今日の予定について、ここに書いてありますけども、でこの、課題の、ところが、クリッカブルになっているものについては、その、講習会でお話しする内容の資料がそのまま PDF ファイルでダウンロードできるようになっていますので、適当なタイミングでダウンロードして、見てください。であと、その他ですね、横断検索とここに書いてありますけど、講習実習用のサイトっていうのを、設けている、課題もございますので、それについてはここにアクセスしていただいて、ちょっとデータベースのデモサイトを作っているので、そこから、デモをしていただくということになるかと思います。だいたいこの2日間のプログラムの内容になっておりますけども、先ほど申し上げました通り、このプログラムに何度か、戻っていただくということがあるので、すぐに開けるようにしていただければというふうに思います。じゃあ早速内容の方に入っていきます。最初はその JST と NBDC のデータ共有の取り組みについてご紹介をします。でこれはデータベースの、統合データベースの遠隔なんですけども、ざっとその、我々の取り組みであるそのデータベースを統合する取り組みについて、の歴史をちょっと簡単にまとめた、これはパンフレットの NBDC のパンフレットの、にもあるものをここでキャプチャして、写しているものなんですけども、ちょっと簡単にざっと最初からご紹介をしますと、まず、2000年に、科学技術会議の中で、ゲノム情報科学における我が国の戦略ということで、例えば人材の育成であるとかデータベースの構築、情報解析技術の開発というものが提言をされまして、それを受けまして2001年に、JST の中に、バイオマティクス推進センターというのが作られました。またその後2004年になりますと、ライフサイエンス委員会の方で、ライフサイエンス分野のデータベースの戦略のあり方についてということで、ポータルサイトの構築であるとか統合データベースのための技術開発、やはりその人材育成に緊急に取り組むべきであるという提言がされました。でその後、それを受けまして、各省庁の方で統合データのプロジェクトが進められる、例えば文科省で進められる、あるいはその経産省、農水省、また厚労省の方でも、独自に統合データベースのプロジェクトが進むということになりました。でその後2008年になりまして、総合科学技術会議におきまして、ライフサイエンス統合データベースセンター DBCL という組織ができまして、そこで、データベースの、統合が本格的に進むということになりました。でこの DBCLS という組織についてはご存知の方も、いらっしゃるかと思うんですけども、
まあ、今回この講習会の共催ということで、やらせていただいております。 DBCS について、初めて聞く名前だって方はいらっしゃいますか？あまり。そうですね、はい。まあ、これを機会にちょっと覚えていただければと思いますけども、あとその後ですね、ちょっと先に進めますけども、2011年に NBDC という組織ができました。でこの NBDC という組織が、またその DBCS と一緒になって統合データベースの取り組みを進めていくということになりました。で特にその DBCS とか NBDC とか、ちょっと分かりづらい名前のものが組織が出てきましたけども、特にその NBDC とか DBCS について名前だけは知っている方にとっては特に混乱を生じさせていることがあるかと思うんですけども、そういう何をやっているのか、どこがどう違うのかという話があると思いますけども、まあ、ざっくり分けてしまうと、研究開発の分野を DBCS が担っていて、まあ、その成果であるデータベースとかそのサービスについての普及に努めているのが、NBDC という組織になります。で今回の講習会も NBDC が主催で、DBCS が、共催という形を取らせていただいております。この組織について、今回覚えていただければというふうに思います。で私どもが進めている大きな役割の一つがデータを共有することということを進めています。でこれは国などの公的資金を得られた、公式し、資金を投じて得られたデータは、国民が広く平等にそれを使うことができて、その成果を、享受することが、できるべきであろうというような、ことで進めているものです。でこれは我が国だけではなくて世界各国でこういった動きが出ています。でデータを共有するさまざまなメリットがあるんですけども、例えばここに下にいくつか書きましたけども、長期研究であるとか投資の軽減、研究イノベーションの促進、新しい技術、大量のデータマイニングの技術の促進ということで、特にその、実験研究者の方だけが、だけではなかなかその解析がうまく進まない、要は、統計であるとかあるいは情報解析、知識抽出みたいなところにおいては、まあ、その専門の方が一緒に加わった方が、まあ、その成果が進むだろうというようなことでデータを公開して、さまざまな分野の人と その、協力のもとで、成果を上げていくということを、私どもは、目指しているということです。で JST と NBDC の紹介のまず1番目としまして、どんなことをしているかということなんですけども、JST で聞くと、まあ、多くの、研究者の方々がファンディング機関であるというような、ふうに思っておられるかと思いますけども、まあ、実際そうなんですが、その一部でちょっと下で囲ってあるんですけども、科学技術のイノベーション創出のための基盤形成ということで、科学技術に関係するさまざまな情報、研究者の情報であるとか文献の情報であるとか研究機関の情報であるとか、まあ、そういったもの、科学技術全般に関係する情報を集めてデータベース化してそれを公開するというような仕事をしています。で私どもが存在所属しております NBDC におきましても、この JST の中でその知識情報基盤の整備という意味でその役割を担っているということになります。で先ほど申し上げました通り2011年に設立されまして、生命科学分野のデータベースを使いやすくするということを目標に、まあ、様々な活動をしています。でこちらはその取り組みを漫画で書いたものなんですけども、こちらもその、配布した資料のパンフレットの中にあるものを一部抜粋してきたものなんですけども、私ども の、 そのデータベースの統合をするということは、先ほども申し上げました通りデータベースを使いやすくするというような大きな目的があるわけですけども、そのデータベースの統合の仕方なんですが、一つの大きなデータベースを作ってその中に全部のデータを入れていこうというような形ではなくて、さまざまな拠点のデータベースを生かしながらそれをうまく連携させて、融合させていくという、統合させていくというような取り組みをしています。でその言い方として、連邦型統合データベース、フェデレーテッド型の統合データベースという言い方がされます。まあ、それに対しまして、中央集中型のデータベース、例えばその NCBI というそのアメリカのデータベースバイオマティクスの機関がございますけども、そちらは比較的その、中央集中型に、まあ、一つのデータのデータベースの、入れ物の中に
データを入れていこうという取り組みをしているんですけども、私どもは、比較的その、個々のデータベースの、拠点をうまく活用しながらそれをつないでいくというような形で情報の整備を行っています。で、私たちの取り組みの例をちょっと具体的にもう少し紹介すると、一つ目はデータベースの整備統合の戦略立案みたいなことをしています。で、2番目としてはポータルサイト、データベースに関係する情報をまとめたポータルサイト、そこに来ていただければ国内のデータベースの状況について分かるようなサービスというものを整備しています。で、それ以外にデータベース統合の実現に向けて基盤となる技術の開発ということをしたり、あと分野ごとのデータベースの統合を進めております。で、こちらがそのパンフレット、これは取ってきたものなんですけども、データベース統合のためのさまざまな、基盤技術の開発といったところを、今現在はその、DBCLS と共同研究を、して進めています。で、一方、各分野のデータベースの統合というところで、各分野の中心的な先生に、取りまとめをしていただくということをしています。例えばその、このタンパク系の中村春樹先生に対しましても、私どものファンディングを使って、PDB、PDBJ という、タンパク質の立体構造のデータベースの方の、開発でありますとか、国際的な連携でありますとか、サービスの提供ということを、お願いをしているということになります。で、私どもそのデータベースの使い勝手を良くするというようなことをしていますので、さまざまな、ユーザーの方からご意見をいただいております。で、その中の、要望の一つに、要望を簡単にちょっと3つまとめてみたんですけども、一つは、ユーザーからの立場として、どんなデータベースがどこにあるのかわからないというような、不満といいますか、要望が出てきています。で、欲しいデータがすでにもう誰かが作成しているのではないか。もう公開されているんじゃないかということが、それすらわからないというようなことがあったり、2番目としましては、複数のデータベースを横断的に検索できないのか、これはデータベースごとに、同じような検索をするのに、複数のデータベースを使って検索をするときに、いちいちめんどくさいんじゃないかと。で、特にその実験研究者の方におかれましては、データベースを使う期間というのが、年間におそらくそんなに長い期間でしょっちゅう使うわけではなくて、例えば実験をデザインするときであるとか、あるいはデータの解析をするという、研究のサイクルの中で一部分のときに集中して使う。で、さらにそのデータベースを使うのも、一つのデータベースで全てが完結してしまうわけではなくて、いろんなデータベースを複数使って、調べる必要があるということで、それぞれについてその使い方を、いちいち、その短期間のために勉強したりすると、で、また勉強してもまた忘れてしまったりということで、そのための時間であるとか労力が非常に大変であるということなので、同じキーワードで検索するならば、一括して検索できるようなサービスがあってもいいんじゃないかということです。で、3番目としましては、データのセットを取得できないのか。で、これにつきましては、検索をデータベースを検索して、その結果を一つ一つ、眺めて、例えばコピーして貼り付けるというようなことではなくて、そのデータセットそのもののデータを取ってきて、例えば自分の持っている実験データに対して、その既存のデータベースの、からその、カラムというか、列ですか、列を取ってきて、その自分のデータベースに貼り付けて、マージするというようなことなんかにも使いたいという場合もあるかというふうに思います。で、それぞれの希望といいますか、要望に対しまして、私どもは、一つ目の、ご要望に対しまして、データベースのカタログというのを作っています。で、これはそのデータベースの電話帳のようなもので、どこにどんなデータベースがあるのかということを整理したものになります。で、2番目はデータベースの一括検索で、これは、検索の窓口を1個設けてやって、今だいたい500件ぐらいのデータベースに対してキーワード検索を一括してかけれるようにするようなインターフェースを整備しています。で、3番目はデータセットを取得できないのかということなんですけども、その、データセットそのものを、そのままダウンロードして使えるような、サービスを、用意しています。で、この3つ挙げたこのカタログであるとか、一括検索であるとか、一括のダウンロードといったものが、私どもの今、NBDC の、大きなサービス、三大サービスという、私ども呼んでるんですけども、そういったものになります。で、今回の講習会でも、この三大サービスについて中心にご紹介をしていきたいというふうに思います。
で、今そのデータベースをまあ見つける、まあ、探せなかった時にどうしたらいいかって話をしたんですけども、じゃあ実際にそのまあデータベースを見つかった後にそのデータを取り扱う時にもいろんな問題があるということが、分かります。でその一つが例えば、どのようなデータが入っているのかよくわからない、使えそうなデータベースは見つけたんだけども、まあいろんな多種多様のデータが入っていて、そのデータの項目について、まあ、説明が不十分であったり、あるいはそういった説明がないものも結構ある。で2つ目は求められたデータが入っているのか、あそこの研究機関でこういった研究プロジェクトが走っていて、こういった、成果が出てたはずなんだけども、その成果がデータベース化されているかどうかもよくわからないといった場合、そういったことがないように、一番最初にお話したように、国の予算を使って、得られたデータについては、公開すべきであるというポリシーのもと私ども仕事を進めていますので、そういった、公的資金を使ったものに対してのデータベースがちゃんと整備されているというようなことが私ども必要になっているかというふうに思っています。で3つ目が、実際にそのデータを必要なデータを、見つけてそれを活用する場合なんですけども、利用に際して条件がバラバラで、その利用の、条件みたいな記述がどこに書いてあるかわからないということも、中にはあると。でその使用を無料で使っていいのかどうなのか、論文を引用してもいいのか、引用する場合にどういうふうにそれを書いたらいいのか、商用利用をしてもいいのか、それでサービスを提供してそれでお金を儲けてもいいのかというようなことなどが含まれますけれども、あるいはその、先ほど申しましたようにそのデータのダウンロードサービスの中で自分のデータとよそのデータを既存のデータベースのデータを使って公開した場合に、作成した場合にそれを公開してもいいのかというようなことが非常に分かりづらいということがあります。でそれぞれに対して私どもは、次のような、方針で、このような課題問題点の解決をしています。例えば、どこにどのようなデータベースが入っているか分からないという場合には、データのフォーマットの標準化というようなことを進めています。でこれにつきましては皆さんがその、パソコンであるとか、あるいはその、特定の、アプリケーションでなきゃ開けないようなデータを公開するのではなくて、いわゆるそのテキスト形式等でデータを公開するようなことをお願いするというか進めています。であとデータの説明なんですけども、そのデータベースの説明に対して標準な形で、データベースの説明をするということをしています。メタデータと私ども言ってるんですけども、データベースの説明の、データを作るというようなことを進めています。で2つ目は、データを集めるための仕組みということなんですけども、公的な研究の成果に対しては私どもは、データを公開するというようなことを義務付けるというようなことを一つはしています。具体的にちょっと申し上げますと、例えば今、科研費の申請なんかで、申請された方は、目にされたかと思うんですけども、その研究成果については NBDC でデータを公開するようというような一文が多分、ついていると思います。そういったそのファンディングの申請にあたって、今後、データベースを公開することが義務付けられていくことが、多くなってくるかと思います。特にその海外でも同じような動きがありまして、 NCBI の、ゲノム関係のデータにつきましては、必ずそのデータについては公開するようにということで、どの段階 の、 その、研究の段階において、いついつまでにデータを公開しなさいということがちゃんと、もう明記されています。でそれを破った場合の、罰則規定については厳密に今記述はまだないんですけども、おそらくその今後のファンディングが、されないというような、問題が、というような、ことになってくるかと思いますので、今後はその公的資金を使ったデータに関しては基本的に、データを公開する、もちろんその、論文を書く、あるいはその特許を申請するという機会においては一部その、公開を保留するといいますか、そういった機関を設けるということももちろん、あるんですけども、基本的にデータは全て公開するという流れに今後なってくるかというふうに思います。あと、データを実際に使う場合に、どのように使っておいかわからないということに関しまして、私どもはその利用条件の標準化ということを進めています。あとそれをちゃんと明示するということです。データの作成者の著作権を表示する、商用で使えるのか非商用でも使えるのか、
公開の条件は何なのか、論文等で引用する場合の方法についてデータベースにちゃんと書いてもらうようなことを今進めています。でその具体的な方策として私どもはクリエイティブコモンズといったものを利用しています。でこれは、データの再利用と共有を促進する仕組みなんですけども、まあ、一番下のところにこういったマークを並べていますけども、このマークにつきましては、ウェブ等を見ていると、例えば、ウィキペディアにも多分ついてたかどうかしか覚えていませんけども、そういったそのブログなんかでもついているものもありますけども、要はその、まあ、データベースに限らず、著作物に対する著作者が、データを公開するにあたって、その著作者の権利を明示化したマークになります。でこれは今6種類のマークがあるんですけども、向かってこの左のものが非常にそのオープン度が高いものになります。で右に行けば行くほどちょっと条件が厳しくなるんですけども、その見分け方、なんですけども、ここにこの4つのマークがありまして、この4つのマークの組み合わせでこの、6つの、利用ライセンスの、中身が分かるようになっています。例えばこの人型のマークがついている表示というマークは、これは、作品を利用する、まあ、これはデータベースなんですも含めてなんですけども、データベースを再配布する場合、あるいはデータベース、いろんなデータベースと組み合わせて新しいデータベースを公開する、あるいは実演等をする場合に、オリジナルのデータベースの、クレジットを表記すること、例えばそのオリジナルのデータベースの著作者であるとか、その URL をちゃんと表記するというようなことです。で2つ目のこの非営利というのは、これはこのデータベースに限って使う場合には商用では使えませんといったその、非営利の目的のみで使えるというような、ものです。でこのマークは改変禁止ということで、そのデータをそのまま使う場合にはいいけども、それを改変したりすることは認めない限り使っていいというようなマークになります。でこれは継承、これがちょっと分かりづらいと思うんですけども、オリジナル作品についての利用条件と同じものを使って、例えば新しいデータベースを作った場合も、前のオリジナルのものと同じ利用許諾の下で公開をするというようなものを求めているもので、これを組み合わせて、この6種類のライセンスがあります。で、まあ、もう一度繰り返しになりますけども、この一番左のものは CC by、CC 表示というような呼び方がされますけども、これはこのマークがついているデータベースがあった場合に、それを利用したい、それを使って新しいデータベースを作りたい場合には、皆さんは、この著作者に特に連絡を取ることなく、著作者のオリジナルと著作者の、URI であるとか、その、名前であるとか、これはそのどういう形で表示してくださいよということがちゃんと書いてあるはずなので、それに従ってもらえば自由に使えるというものです。で一番右のものがちょっと厳しくなっているんですけども、CC by、NCND と書いて、ちょっと小さいんですけども、要はこの、表示と、非営利と改変禁止というようなものになっていて、要は、使った場合に、クレジットを表記してください。営利目的では使用しないでください。データをそのままの形で改変等をしないでくださいという範囲で、このデータは使えるよということを表しているわけ。でこのクリエイティブコモンズというのは、ちょっと繰り返しになるところもあるんですが、基本的にそのデータベースの著作者がデータの公開を促進するという目的でこの、クリエイティブコモンズを使うということが前提になっています。で要はその、データベースの利用許諾のところが、まあ、オリジナルの記述がしてあったり、まあ、あの英語で書いてあったり長い法律的な文章が書いてあるという中で、基本的にその著作者がデータを本当は使ってほしいというような、心があるときに、あってもですね、実際にその利用者の立場からするとそういった文章を読んでよくわからないというようなことになって、まあ、うまくそのデータが使われないというような問題があったり、あるいは、もうわからないから黙って使えちゃえというようなことになったりして、本来のその正しいデータの使い方、データベースの使い方がされないということがある中で、このクリエイティブコモンズはこういった分かりやすいマークを表示することによって、データベースの利用者が、あ、これだったらこういう形で使えるんだということが簡単にイメージしやすくて、その、データベース提供者、著作者が求めている条件というのが分かりやすくなっているので、それに従って、使うことによって正しいデータベースの使い方が、促進されるというようなものになっているかと思います。
で NBDC で使用している先ほど6種類の、ライセンスがありましたけども、私どもは、CC 表示継承 CC by SA というものであるとか CC 表示 CC by というものであるとか、まあ、CC0 というものを、データベースに対してつけることを進めています。まあ、こうすることによってデータベースの利用が、まあ、促進されるというふうに考えています。CC 表示継承というのは先ほど申し上げました通り、そのデータベースを利用するにあたってクレジットを表記するとともに、新しいそのデータベースを作った場合に、その同じ CC 表示継承のライセンスでデータを公開するというようなことを求めているものです。 CC 表示は先ほども何度か申し上げましたとおり、URL 著作者の名前などを表示するというもので、 CC0 というのはいわゆるそのパブリックドメインというもので、もう著作者の権利を放棄したもので、まあ、表示の必要もないし、もうどんどん勝手に使ってくださいというようなものになります。で、私どもこの3つの基本的にこの3つの、ライフサイエンスのデータにおきまして、公的資金を使ったものにおきましては、この3つの利用許諾を、まあ、使うようにということで今お願いをしているところです。それでは私どもの先ほども紹介したように、サービス、具体的なサービスについてこれから、残りの時間をかけてご紹介をしていきたいと思います。でこれが私どものポータルサイトになります。でこのポータルサイトにまずアクセスしていただくことが必要なんですけども、Google 検索で、NBDC とタイプしていただくと一番最初に多分上に出てくるものがこのポータルサイトになりますので、ちょっとアクセスしてみていただけますでしょうか。であるいはこの、電子ファイルをすでにダウンロードされて今パソコンの方で表示されている方は、ここにURL が書いてあるのでそれを叩いていただいても構わないですし、一応クリッカブルになっているはずなのでこれをクリックするとそのページに、飛ぶようになっているかと思います。NBDC のポータルサイトは、開きましたでしょうか。で開いていただいたら、見ていただくと分かるんですけども、この左の端の方にデータベースのカタログであるとか、データベースちょっと切れちゃってますけど、データベースの一括検索、一括ダウンロードったサイトに、つながる入り口が表示されていますので、これをクリックしていただくとそのページに飛びます。で最初はデータベースのカタログなんですけども、でこれは、その概要について最初にご紹介をします。今その NBDC のポータルサイトを開けない方っていらっしゃいますか。大丈夫ですか。インターネットつながってないです。あ、つながらないですか。学校はできない。はい、時間を見ながらご紹介します。まあ、概要についてご紹介しますと、国内外の生命科学系のデータベースの所在情報や説明の情報を提供するカタログになります。現在収録しているデータベースの数は1400件以上でして、国内は1000件以上を網羅しています。で、まあ、いろんな調査があるんですけども、まあ、大体ライフサイエンスのデータベースですと2000件から、まあ、多くても3000件ぐらいと言われているので、まあ、このデータベースのカタログはその大部分を、まあ、今現在網羅しているというようなことが言えるかと思います。あと、記述項目なんですけども、データベースの名前であるとか URL といったものを、標準の形で、記述するようなことを進めています。あとデータベースに対するキーワード検索、データベースの名前に対するですね、キーワード検索であるとかカテゴリーによる分類、絞り込み検索などができるようになっています。で、データベースの入り口なんですが、先ほど申し上げました通り、NBDC のポータルサイトからカタログの方に飛ぶことができます。
で、データベースカタログの使い方として、まず最初にその画面の構成をご紹介をしますと、まず、画面のこの左の方にあるのが、その検索に使うその窓口であったり、カテゴリー別にそのデータベースを分けるときに使う、タグのようなものになっています。で、真ん中のところがそのデータベースの一覧になっていまして、まあ、現在1400件、まあ、この1460件となっていますけれども、のデータベースが、カタログ化されているということになります。で、右の画面は、更新情報であるとか、新着の情報についての情報をお知らせするページになっています。で、実際にその検索の例をご紹介をしますと、例えばウイルスに関係するデータベースを、見つけたい場合には、このウイルスというこの、表示をしてある部分を選んでいただいてもいいですし、まあ、ここにあのウイルスと、タイプしていただいてもいいんですけども、これを選んでいただくと、一応ここにその生物としてウイルスというのが選ばれて、絞り込まれたデータベースのリストがこちらの、真ん中の画面に表示されるということになります。そうしますと、この時点では、49件のデータベースがウイルスに関係するデータ情報を持っていそうだということになる。で、まあ、元に戻りたい場合にはこのリセットっていうところがあるので、リセットを、選んでいただくとリセットされて元に戻って、さらに例えば医学というキーワードを入れて検索をすると、医学系のデータベース、さらに、その医学系のデータベースのうち日本で管理運営されているデータベースというものを選びたいには、この日本というタグのところをクリックしてもらうと、まあ、絞り込まれます。そうすると、まあ、75件のデータベースが、リストアップされて、まあ、例えばその中のユーミンの、臨床試験登録データベースをちょっと、ピックアップして、その、情報の見方をご紹介しますと、このサムネイルのところを選んだり、この文字のところを選んだりするとオリジナルの、そのデータベースに飛びます。で、ちょっと小さいんですけども、詳細へという文字のところがクリッカブルになっていて、これを選んでいただくと、私どもがまとめているデータベースのカタログの情報に飛ぶことができます。で、私どもがまとめている、先ほどから何度も申し上げていますデータベースの説明のメタデータと言われているもののお整備を進めているという話をしましたけれども、こういった項目について各データベースの記述を進めています。例えばデータベースの名称であったり、別名であったり、 URL であったり、運用機関名であったり、そのデータベースの簡単な説明であったりといったことが、だいたい20項目について各データベースについてまとめられているというようなものになります。で、先ほどその検索をするところがありましたけども、このメタ情報に書いてある情報をもとにして、まあ、データベースの検索を今しているというようなことになります。まあ、使い方をちょっともう少し進めていきますと、このデータベースのカタログの情報はダウンロードすることができるので、そのカタログの情報をダウンロードした場合には、このダウンロードというボタンを押していただくと、一応利用許諾としてパブリックドメインという利用許諾のもとでこのカタログのデータは利用できるということになっています。で、ここで勘違い、される方もいらっしゃるんですけど、そのここでダウンロードされるデータっていうのはカタログの情報であって、そのデータベースオリジナルの情報をダウンロードしているわけではないということをご注意ください。それではちょっと実習というようなことで、時間があまりないんですけども、そのカタログの情報について、人の健康疾患に関係するデータベースはいくつ存在するのかというようなことであったり、そのうち国内で作成されたデータベースはいくつあるのであるかといったことであったり、そのうち、まあ、現在稼働中のものはいくつあるのかといったことを、まあ、この、実習の、まあ、3番目までですね、ちょっとやってみてください。で、特にその自分の方でも専門分野が違うというような方いらっしゃいましたら、この検索のキーワードは自分の興味のあるものを使って検索していただいて構いませんので、ちょっとお時間を差し上げますので、試してみてください。で、ここまでもしわからないことがあったらご質問も受け付けますので、
はい、よろしく。はい、実習さんの稼働中というのはどういう、はい、あ、わかりました。そしたら今ご紹介をします。はい、ちょっとそしたら実習の、まあ、回答というか答え合わせをしていますと、まず人に関係するものということで、まあ、ここに人と入力していただいてもいいんですけども、例えばここに人というのがあるんで、生物種のところで人を選んでいただきます。そうすると、今人に選ばれた人のデータベースが343件まで絞り込まれて、あと、対象というところの続きを見るというところに、これを開いていただくと健康疾患というのがあるんで、先のキーワード欄に入れていただくこともできるんですけども、ここに健康疾患というものを選んでいただくと、さらに、絞り込みが進みます。で、今、ご質問いただいた稼働状況については、この左の端の方の下の方で隠れてたんですけども、今ちょっとこの画面の方も切れちゃってますが、この稼働中というものがあるんで、これを選んでいただくと、現在、もうすでに、今現在も、データベースの公開が進んでいるものについての、データベースにまで絞り込まれます。で、これはその自動的に実際に私どもがその、機械的といいますか、自動で見に行って、そのデータベースに見に行って、反応がある場合に稼働中というような、表記をして、ちょっと一時的に止まっている場合には、休止中というような表示を多分していると思っていると思うんですけども、まあ、すでにそのもう、運用が終了してもらった、してしまったという連絡をいただいたものについては、そのメタ情報だけを残して、もう、いるというようなことになっています。で、このタブをちょっと使っていただくという、ちょっと特にその稼働状況のところは説明をちょっとすみませんしてなかったので分かりづらかったと思うんですけども、このタグを使って絞り込みができるというような、ものになっています。はい、以上ですけども、ここまでよろしいでしょうか。皆さんの興味があるデータベースを探すのに、便利なような、サービスを目指しているので、またご意見等いただけましたらアンケートに書いていただくなり、あるいは後から、ご意見等を伺えればというふうに思います。質問いいですか。はい、これって全部アンケート検索になります。そうですね、オア検索っていうのは多分ないです。はい、じゃあ引き続きまして、今度はあ、どうぞ。はい、ダウンロードのところで2つファイルの種類が出てきて、はいはい、 SGIS、文字コードといって、その日本語のデータに対してそのコンピューターの方でどういった取り扱いをするかということなんですけども、ちょっとどっちがどっちか分かり忘れましたけども、Excel なんかで開く場合にどちらかだと文字化けをしてしまうことがあるので、その使うアプリケーションによってちょっとファイルの方を使い分けていただく、中身は同じなんですけども、その文字の日本語の文字の取り扱いのコンピューターの方の取り扱いの、仕方が違うということになってますので、それは OS に依存する、 OS は関係ないと思いますね、多分。はい、これは大丈夫だと思います。例えば Excel だとどちらか多分文字化けしちゃうというようなことだったと思うので、それでは2つ目のサービスについてご紹介をします。今度はデータベースの一括検索というものです。で、これは、ちょっと最初にご紹介した通り、今だいたい500件ぐらいのデータベースに対して検索の窓口を1個設けてやって、一括してキーワード検索ができるようなサービスになります。で、その特徴としては、検索キーワードの日英相互翻訳という機能を持っていて、これは京都大学の金子先生が作られたそのライフサイエンス辞書というものを使って、例えば日本語で入力して、検索する場合にも、それを英語に変換をして、英語についても同時に、英語の単語についてでも同時にキーワード検索をしてくれるというようなものになります。あと検索結果の絞り込み機能であるとか、
まあ、類似キーワードの表示といったような、機能を持っています。でここでその、これから紹介する横断検索、データベースの一括検索のサービスとその Google の違いについて簡単にご紹介をします。で実際に見ていただいてからの方がいいかもしれないんですけども、今紹介する横断検索とデータベースの一括検索というサービスは、まあ、Google と同じようにキーワード検索、一つのキーワードの、検索の窓口を設けてやって検索をするという点で非常に似ているんですけども、 Google はと大きな違いというのは、私どもが提供している生命科学のデータベース横断検索といったものは、その情報源をライフサイエンスの情報源に特化したデータ、検索のシステムであるということです。でそれの例を示すちょっと簡単な例を、今ここに表示しているんですけども、例えば Google でマウスという検索をした場合、これは実際にそのライフサイエンスの研究者にすれば Google でマウスという検索するかどうかってちょっと 別としてですね、その、Google の、情報、特徴を知るために今、例として出しているんですけども、マウスと入力して検索をすると、まあ、生物種のマウスを本当は、見つけたいはずなんだけども、実際にその検索をしてみると、マウスと入れるとそのコンピューターの入力装置であるマウスが、上位の方に出てきたり、あるいはその、まあ、今はなくなってしまったかもしれませんけども、以前はそのマウスコンピューターっていうそのパソコンのメーカーがあったんですけども、その情報が出てきたりして、要はその、検索者が、欲しい情報が必ずしも上位に上がってくるわけではないというようなことがあるわけです。それに対して先ほど申し上げました通り、一括データベースの、私の提供しているデータベースの一括検索、横断検索といったものは、その情報源を生物情報、生物に関係、ライフサイエンスに関係する情報に特化しているので、まあ、そのような、思いがけないような結果が上位に上がってくるということがないというのが一つの特徴になっているかと思います。今回その横断検索、一括検索についても、講習をするんですけども、実は、通常の、検索のサービスを使うと、おそらく今回50人ぐらいの方が登録されていて、それを一度に検索をしちゃうと、ちょっとそのサーバーの方が、ダウンしてしまうちょっと恐れがあるので、今回は講習会用に、デモサイトを作りました。ちょっと2つに分けて、やりたいと思いますので、ちょっとこちらから向かってですね、左側の大体、まあ、真ん中を中心に左側に座っている方は、まあ、1の方、こちらに、1と書いてある方にアクセスしていただいて、右の方に座っている方、真ん中大体、まあ、大体でいいんですけども2の方を使っていただくというような感じで、ちょっとサーバーへの負担をちょっと軽く軽減したいと思いますので、ご協力ください。でこの講習会のサイトについてはクリッカブルになっているんですけども、この、まだ資料をダウンロードされていない方はもう一回その講習会用の、サイトの方に飛んでいただくと、講習、横断検索用の、実習サイトというのが1と2用意されているので、そちらから、アクセスしていただくこともできると思います。ちょっとこれは古いところなのでちょっと分かりづらいんで、実際のページを見に行くと、ここに横断検索講習会用1、講習会用2というのがあるので、そちらにをからアクセスいただくとそのページが開くかと思います。で、この画面が、開きますか、開かない方はいらっしゃいますか。でこれはちょっとデモ用のサイトで、ちょっと必要な、最低限の機能のみをちょっと、反映しているんですけども、実際また皆さん、この講習会が終わった後、使われる場合にはその、本当のサイトの方を使っていただければ、方がいいと思いますが、ちょっと講習会用にこのデモサイトを使ってご紹介をします。で使い方ですけども、Google と同じようにキーワードを入れていただきます。そうすると、今インフルエンザと入力したんですけども、まあ、それに関係する言葉が、まあ、サジェッション機能と言ってるんですけども、出てくるので、例えばそのインフルエンザのウイルスについて知りたい人はその下を選んでいただくと、そこに、キーワードを入って検索ができるようになります。
まあ、ここではインフルエンザを使って検索をします。でその下のところにデータベースとかヒット件数っていうのがあるんですけども、これちょっと分かりづらいんで、ですけども、要はそのインフルエンザをで検索をして、そのデータベース、まあ、データベースの実はカテゴリーがあるんですけども、その、カテゴリーの中にどれだけ入っているのかってことを、知りたい場合であるとか、あとはヒット件数といったこと、ことで、そのインフルエンザに 関するその情報がどれだけデータベースに入っているかっていう、その件数をまず、先に知りたい場合にはこっちを選んでいただくというのはちょっと使い分けがあるんですけども、基本的に同じような画面の方に最終的には収束するようなこともなるので、まあ、どちらを使っていただいてもいいと思うんですが、今回の講習会では一応データベースの選択をして検索を進めていく例をお示しします。でそうしますと、これがその検索結果なんですけども、検索結果で見ていただきたいところは、先ほどインフルエンザというキーワードで検索をしましたが、そのインフルエンザというその日本語と同時にこの英語のインフルエンザでも検索がちゃんと行われているということを確認いただければと思います。でこのページの見方なんですけども、これがインフルエンザに関係するデータベース、一つの塊が一つのデータベースのエントリーに対応していて、これがデータベースの名前、統合テレビというデータベースの使い方を紹介するページなんですけども、そこの、NCB やタクソノミーブラウザを使ってというページにこういった表記があったので、これがリストアップされているということになるわけです。で、その URL の表記があるのとともに、最初に紹介したように、そのデータベースのどの部分の、どこがヒットしたかということが分かるような、情報をここで確認することができます。で実際にここにクリカブルになっているので、ここに、データベースの、エントリー名のところに、から、そのデータベースの方に、実際に、飛ぶこともできます。で、ちょっと、順番がちょっと逆になったこともあるんですけども、上の方に、メニューの画面があって、まあ、詳細検索っていう、まあ、今回ちょっと実習ではやりませんけども、例えばセールス紙を限定したりして検索をする場合のインターフェースも紹介されています。あと検索の履歴が残ったりする、確認することもできたり、します。であとヘルプのページがあったり、この、データベースの、一括検索においてどういったデータベースが対象になっているか、今先ほど500件って話がありますけど、そのリストを見ることができます。あと旧バージョンのちょっとインターフェースがあったり、あとモバイルの環境、スマホとかそういったところでも、使いやすいようなインターフェースも用意しているので、まあ、興味のある方は、ご確認ください。で今インフルエンザを検索してこの結果が出ています。でそのこの画面の右の方にあるのが、まあ、絞り検索等あるいはその外部へのデータベースのリンクの、情報があるんですけども、今、インフルエンザと検索をした結果、それ以外この、主要な、データベースに直接その検索をかけるような入り口がついています。例えばこの J グローバルっていう、データベースがあります。ちょっとこれも手前味噌なんですけども、 JST で、管理運用しています、科学技術情報を広く取り扱ったデータベースなんですけども、ちょっとこれをクリックしてみます。そうするとちょっとあまり反応の方が皆さんちょっと扱っているということで早くないかもしれませんけども、インフルエンザに対してこの J グローバルというこのデータベースはデータベース、研究者の情報であるとか文献の情報であるとか特許の情報であるというような、科学技術に関係する、いろんな、情報を整理して検索できる一括検索サービスなんですけども、そちらの方に飛ぶことができて、そちらの方で例えばインフルエンザと入力して、ヒットした例えば研究者の情報を見たい場合には研究者というのを選ぶと、そのインフルエンザに対して何かしらその記述がある、研究者の人のリストが、表示されるというような使い方が、できます。まあ、こういったその外部とのデータベースに対してその検索のキーワードを、受け渡すというような機能を、まあ、持っているということになります。
ここまでであのご質問ありますか。で今ちょっとやった、内容というのが、お配りしてある、資料の、38ページの実習のところを今、画面を見ながらご紹介をして、42ページぐらいまで、進んだことになるんですけども、ここまでの、内容についてご質問等ございましたら。そこら辺のところはですね、いろんな多分考え方があって、やっぱり帰宅をしていただいて、やはりその成果をちゃんと出してもらうというふうにあたって、あまり生データだと、やっぱりその再利用という意味でなかなか使用しづらい、利用者の方が利用しづらいということにがあるかもしれないということで、ある程度おそらくその利用 しやすい形で提供していただくということが一つの基準になるかと思います。ただ一方でやはり生で言うとあまりちゃんと、データをちゃんと保管をしておいていただいて、いつでも公開というかその見せていただけるような形の方を、データの提供者の方々作者の方々に求められるということはあるかと思いますけども、データを公開して再利用を促すという意味では少し加工した方が利用者の方にとってはいいかと思いますので、私どもは一応その先ほどもちょっと申し上げましたようにデータのフォーマットを標準化するようテキスト形式でデータを公開するような形のサービス、これから紹介するデータベースのアーカイブというサービスがあるんですけども、それはそのような形で提供、公開させていただいております。はい、パブリッシュした後に、はい、どういう形でデータを出すんですか。データとしてその渡し方についてはやり取りやはりそのいろいろ手順がございますので、具体的にもし先生の方でそういったところがありましたらご相談いただければと思いますけども、基本的には例えばメタデータを作るという作業におきましては、基本的には先生の方で作っていただく方が一番いいかと思いますけども、なかなかやはりそのメタデータ作りのところっていうのはいろんな経験等も必要になるので、私どもスタッフがお手伝いをしながら、要するにデータベースの説明の概要のデータなんですけども、それを作るところをまず、一緒にさせていただくというようなところが一つはあるかと思います。はい、元の作品を関連しないことって関連禁止というのがあるんですけども、はいはい、例えば ある新学ネットワークの参照にして自分たちの研究をしたとして、そのネットワークが改変されたとしますと、はい、その改変したよという研究成果なんですけど、はいはい、それに関してはその元の作品を改変したとか、そこら辺はどうなんですか。実はそのクリエイティブコモンズの、特徴の一つは、データを利用する人がデータを使う場合にそのマークを従って、使う限りにおいては著作者に連絡を取らなくてもいいというような、ものでして、それ以外の利用を求める場合には実はその直接連絡をして個別に対応してくださいよというような形に、なるわけなんです。マークを見る限りにおいては特に連絡取らなくても自由に使ってもいいよということなので、もしそのような改変の必要があってそのような使い方をされたい場合には個別に連絡を取るってことが必要になってくると思います。それは認められていると。元の方に直接そうですね、はい、もしそういった形でシグナルデータのデータベースが、
外変禁止という形で出ていて、例えばそれが例えば先生の方のデータと、マージして新しい、知見を追加して出した場合には、多分連絡を取らないでそれを使ってしまうとちょっと、問題が出てくるかと思いますので、はい。その他よろしいでしょうか。ちょっと横断検索のところで一つ検索の実例を示し忘れたのがあったので、それだけちょっと簡単にご紹介をしておきます。で、今ちょっとインフルエンザでやりましたけども、これ遺伝子の名前を例えば入れた場合、例えばこの実習の例でもあるように、即数というデータ、遺伝子名を入れるんですけども、もうご存知のように遺伝子名を入れた場合には遺伝子名には同名多義語みたいな、要は一つの名前が複数の遺伝子の名前で使われているということがあって、やはりその、データを検索するときに、ゴミというか必要のない情報が、間違って取れてきてしまうということがあるんですけども、それをなるべく少なくするような形で遺伝子につきましては、この、別名の辞書を、持っていて、即数と入れるとこちらの右の方の画面に SOX2 オーバーラッピングトランスクリプトというデータ、遺伝子本名と SRY というデータ、遺伝子の名前が、2つヒットしてくるわけなんですけども、その、うちのどちらかの、遺伝子についても分かっている場合にはそれに絞り込んで、情報検索することができるようになっています。例えばそのうちの SOX2 と入力したんですけども、そのうちの SRY という遺伝子について調べたい、自分は調べたいんだということがあれば、これをクリックしてもらうとその情報に特化した、情報のみを、表示することができます。で、実はこれはそのからくりを言うと、この先ほどのその SRY という遺伝子とそのタンパク質のアクセション番号であるとか、エニプロットのあるいはその遺伝子の番号の情報が入っていて、それが同じように入っている、その情報が入っているものについての情報のみを表示するということで、ちょっと取りこぼしも若干出てくるんですけども、正しい情報を表示するという意味ではこの機能が使えるかと思います。で、特に今 SRY というデータベース、遺伝子を選んで検索をしたデータベースがこちら で、こちらはその、ゲノムネットワークプラットフォームのところのデータの方に、データベースの方でヒットしているので、そのデータの方ではどういう情報として使われているかというと、これは遺伝研の方で作ったちょっと古いデータベースなんですけども、このデータベースはその SRY に関係する遺伝子制御ネットワークの情報を、集めたデータベースなんですけども、その情報を見ることができるというような、使い方がありますので、ご活用くださいということです。ちょっと駆け足になっちゃいましたけども、ちょっとまだ、残り20分ぐらいで、その他のサービスについてもちょっとご紹介をさせていただきます。で、3つ目のサービスは、データの一括ダウンロードサービスということになります。データセットを、一括してダウンロードするサービスになります。で、これにつきましては現在102件のデータベースがそのデータを丸ごとダウンロードできるような形になっています。で、データベースの数は102件なんですけども、データセットの数、いや、データベースの中にはいくつかのデータセットから構成されているものがございますので、だいたいデータセットの数でいうと500件ぐらいはあるんじゃない、ちょっと正確に数えたことはないんですけども、500件ぐらいあるんじゃないかなというふうに思っています。で、先ほども何度か申し上げました通り、このデータベースの一括検索サービス、ダウンロードサービスでは CSV、テキスト形式で、見れる形でデータの提供等をしています。ですから例えばテキストエディターであったり Excel のようなものでデータの確認ができるような、サービスになります。で、一応そのデータのライセンスはクリエイティブコモンズを使って基本的には CC 表示継承のライセンス、中には若干例外的なものもありますけども、基本的にこのライセンスでデータの提供を行っています。で、データベースのアーカイブの入り口なんですけども、この、ポータルサイトの、アーカイブ、データベースアーカイブから入っていただきます。で、こちらがその画面になるわけなんですけども、簡単に、データベースの、使い方をご紹介すると、ここに一括検索
という、欄があるので、一覧内検索というのがあるので、ここにキーワードを入れていただくとデータベースの検索ができて、この下の画面の方に、その検索結果のデータベースが表示されるということになります。じゃあ実際にここに実習の内容というような例が取り上げられているので、これについて、これを使ってそのデータベースアーカイブの使い方をご紹介したいというふうに思います。この資料の方でいうと49ページのところですね。はい、ちょっとじゃあやってみます。でここで検索の窓口があるんで、ここではその OpenTG Gates という医薬基盤研の方で作られている、データベースを使ってご紹介をします。でこのデータベースの説明は、講習会の資料の方にも ございますが、この下のところに書いてあるんですけども、 OpenTG ゲースの使います。これは170種類の化合物をラットの個体およびラット人の幹細胞へ暴露した際の遺伝子発現とその毒性のデータベースというものになります。でこれを使って、この、OpenTG ゲースの、病理情報というそのデータセットから、幹細胞の肥大を示したデータを絞り込んでダウンロードする、まあ、ダウンロードは実際しないんで、ダウンロードする手前のところまでやるという実習をちょっとしてみたいと思います。でこれがアーカイブの、トップ画面ですけど、ここにオープンと入れると、まあ、全部入れてないんですけども、オープンという名前のついたデータベースが今3つ、表示されて、そのうちのこの、OpenTG Gates というデータベースを使います。で、まあ、いくつかクリッカブルになってこの表を見てもらうと、まず確認してほしいのがそのデータベースの名前はもちろんなんですけども、この、右端の方にその利用許諾のところが書いてあって、これはその CC 表示継承ということなので、このデータベースを使って、皆さんが新しいデータベースを作るときにはそのオリジナルのクレジットを表記することと、同じ CC by 継承というライセンスの下でデータの公開をしてくださいというような、ものになります。でこれは先ほどご質問いただいたように、それ以外でどうしても使いたいんだというような場合には、個別にその、作成者の人に連絡を取って了解を得ればそれで使えます。で、このクリエイティブコモンズは何度も言ってますけども、この、求めている条件で使う限りは著作者とも連絡を取らずに自由に使っていいよということなので、はい、じゃあちょっと実際に進んでいきたいと思います。でここでOpenTG Gates っていうのがクリッカブルになってるんで、文字がクリッカブルになってるんで、ここを、ちょっと開き、ちょっと一応、あ、開いちゃった。開きますと、これがその、データベースの、メタデータ、データベースの、紹介、説明のページになります。まあ、こういった、項目で、データベースの内容を紹介するということになって、まあ、これを見ていただくとどんなデータベースか分かるようになっています。で実際にそしたらデータベースを、中身をダウンロードする場合には、ここにダウンロードというところがあるので、これをクリックしてもらうと、いきなり実はダウンロードが始まるわけではなくて、先ほど申し上げましたそうです、OpenTG Gates というデータベースの中にはいくつかのデータセットが含まれていて、そのデータセットの中から必要なものをダウンロードするというような、段階を踏むことになります。でさらに今回の実習では、病理情報についての、データを見に行こうということになっていますので、この一番下の病理情報について見に行きます。ただこの病理情報と書いてあるデータベースが実際にどんなものが入っているのかということがわからないので、その場合にはこの一番右端のところに検索&ダウンロードというのがあります。でこれは、ダウンロードする前にデータの中身を確認するということができるページに飛びます。で、その真ん中のこの項目のところをクリックしてしまうと ZIP 形式でそのデータがそのままダウンロードされてしまうんですが、この、検索のダウンロードボタンを押すと、実際押してみますと、
実際のそのダウンロードされるデータの内容がこの表形式で見ることができます。で、例えばこのデータの中身なんですけども、まあ、実験の ID であったりグループの ID であったり個体番号であったり、暴露したコンパウンドの名前があったり、ドースのレベルであったり、まあ、そういった各項目についての情報があります。で、その中で例えば、ファインディングタイプっていう、これはその病理、所見っていうんですかね、その実際の結果についての情報がのカラムがここにあったりして、あと、トポグラフィータイプ、これはちょっと何だかわからないような場合には、その項目についてわからないような場合にはデータ項目の説明というものがここの、画面の、真ん中の上の方にあるので、これを見てもらうとそのデータの項目についての説明が、こういった形で確認することができるので、このデータセットに対する、内容、ダウンロードする前にどういったデータが入っているかということを確認できるというようなものです。で、さらにこのデータセットの中から、病理所見のカラム、ここで、このオールって書いてあるんですけど、その検索の対象なんですけども、このカラムのうち、この病理所見のところのものを選んで、ファインディングタイプを選んでいただいて、ここで、ハイパトロフィー、幹細胞の、まあ、肥大というような、ものを選んでいただいて検索をすると、まあ、今こう幹細胞のところで、肥大といった、病理所見が認められたこのサンプルの、ID であるとか、それ、暴露した化合物の情報を、まあ、見に行くことができるというような、ことになっています。で、このデータを、まあ、ダウンロードして、みたい場合には、ここでそのダウンロードというような、ここにものがあるので、ここで、選択したものについて CSV 形式でダウンロードするということが一発でできるようになっていますし、あと All というところがあるので、 All というところを選ぶと、CSV であるとか JSON であるとか、まあ、いろんな形式のデータの形でダウンロードが可能になります。で、ここではちょっと、これを選んでみる、例えばこれ実際のその医薬基盤系のデータの方に飛ぶんですね、はい、で、ここで Show というボタンがあるので、これを例えば押すと、このデータのまあ詳細な、情報を見に行くことができて、イメージのデータを見に行くことができて、一応ここでその、顕微鏡切片だと思うんですけども、その、画像の情報が一応ダウンロードできるような、ただ今回はちょっとダウンロードしないでください。ちょっとデータの量が大きいので皆さんでいっぺんにやってしまうとサーバーにちょっと負担がかかるので今回やらないんですけども、ただこの画像のところがクリッカブルになっているか、その多分これをカーソルを合わせると、今この虫眼鏡のマークが出てきますけど、これを多分押すとビューアーが開いて、ちょっと大きく見ることができるので、ここまでは皆さん多分、していただけるかと思います。で、こういった形で、データベースに対してデータセットを選択をして、その中から検索をかけて必要な情報を、取り出して、今はその画像の情報まで見るというようなことまでしました。で、このような形でそのデータの、セット、今はちょっと一部を開いてますけども、先ほどその表のデータ丸ごとダウンロードできるので、自分の例えば、実験の結果であるとか、そういったものと組み合わせて使うことができる、その場合にも利用許諾の下で、は今自由に使えるというようなことになっているわけです。で、ここまでが、アーカイブについてなんですけども、ご質問等ございますか？
でこのデータベースのアーカイブについては今データの利用者の立場から使い方をご紹介しましたけれども、で私どもそのデータベースのアーカイブではデータの受け入れをも、しています。先ほどもご紹介したと思うんですけども、帰宅という形でデータを受け入れてアーカイブというようなサービスを使って皆様のデータを公開することができます。特にプロジェクトが、終了してサーバーの管理等がなかなか難しくなった場合には、私どもの方にデータをお預けいただければアーカイブからデータの公開を、永続的に、差し上げます。まあ、更新等は、また、データの作成者の方々にやっていただく必要があったりするわけなので、まあ、頻繁に更新するものについてはちょっとアーカイブにまだふさわしくないんですけども、ある程度そのもう研究成果が出て、まあ、検索等 もその頻繁にないものにつきまして、私どものこのアーカイブのサービスを使う と、非常に便利かと思いますので、もし、そういったデータをお持ちの方がございましたら、またご相談いただければと思います。であともうちょっと残りの時間がなくなってしまったんで、ちょっと時間的には最後の紹介になってしまうかと思うんですけども、人に関するデータ、関連のサービスということで、これまで今紹介した3大サービス、3つのサービスを私どもの主要なサービスとして提供してきたんですけど、2年ぐらい前から、人のデータに関係するデータを取り扱うようになりました。でこれにつきましては、一つはその NGS 自在シーケンサー等が、技術が発達して、そういったデータがバンバン出てくるという中で、プライバシーの問題とかなかなかその、一般公開に適さないようなデータも含んでいるということで、まあ、それに対応した、例えばルール作りであるとか、またそれに対応したシステムを、提供するというような立場から私どもが人データベースというのを、サービス提供を始めるに、至りました。でその人データベースについてはここにちょっと説明があるので、今ちょっと話した内容と、重複するかと思うんですけども、これはその電研の DDBJ と共同で今、進めています。で、まあ、実際どういったものかっていったものは実際にちょっと見ていただいた方がいいと思うので、このスライドを使ってちょっとご紹介をします。で人データベースですけども、人に関係するあらゆるデータが対象になります。で匿名化された情報のみ私ども取り扱います。で匿名化までは皆様の研究機関の方で、していただいたものを私どもが、引き受けるという形になると思います。でデータの提供利用に関する審査というのは NBDC の方で行います。先ほど申し上げました通り、プライバシーの問題であったり、なかなかその全て、オープンにするということができない情報もございますので、それについては、審査等を含めて、私どもの方で実施させていただくということで、まあ、現状では、まあ、データの提供者の要望は なるべく受けるようなことを、したいというふうに、しています。つまりデータその分類であるとか、公開の時期であるとか、まあ、制限の事項、まあ、どういった人にどういったデータを見せるかというようなルール作りといいますか、その取り決めみたいなことを NBDC とデータ提供者の方々が相談をして決めるというような体制をとっています。あとそのデータの公開にあたっては社会的な理解や指針の変更に柔軟に対応するというような形で、していきたいと思います。でもちろんその海外にも同様なデータベースがあるんですけども、まあ、国のいろいろなその制度であるとか需要によって、なかなかその、国内の研究成果っていうものを、海外のデータベースで、実際にその、納めるのが適当かどうかっていう問題があるというような問題が今まであったかと思うんですけども、この NBDC の人データベースは、国内のそういったその、状況に合わせて、データの公開を進めていくというようなものになります。で現在オープンデータ、これは特に制限なしで利用できるデータなんですけども、6件あって、さまざまな制限をつけながら公開させていただくデータが13件あるということです。で実際にはそのデータ、人アーカイブの方に、興味のある人はどういったデータがあるのかということを確認いただければと思います。で人データベースのデータの、種類なんですけども、基本的に各プロジェクトで出た、匿名化前のデータにつきましては各、プロジェクトあるいは実施機関の方で匿名化を進めていただいて、それが人データベース NBDC の人データベースの方に格納されるということになります。
で最初の段階では、例えば、論文を書くとあるとか特許を申請するというような時になかなかすぐ公開できないものにつきましては将来の公開を約束していただくというようなことで公開待機データということで私のデータの方に収めることも可能になっています。であと、オープンデータというようなものは例えば集団の統計値であってあったりその特定の個人由来ではない、資料の解析の結果というような、まあ、プライバシーに関わらない情報についてはオープンデータというようなことで、自由に検索可能になっています。でそれ以外のさまざまな、公開にあたって、注意が必要なものにつきましては制限データということ制限公開データということで、まあ2種類の、レベルを設けセキュリティレベルを設けて、データの公開をさせていただいています。でそのデータの、共有の仕組みなんですけども NBDC の方で、人データ審査委員会といったものを設けていまして、まあ、そこで、データの提供者の方はまずデータの申請を、まあ、申請をしていただく。でその時には、実施機関の方でインフォームドコンセントであるとかあるいは臨時審査等でデータの共有の承認が、所属機関の方あるいはプロジェクトの方でちゃんと進められているってことが条件になります。それに対しまして承認を行って行ったものに対しまして人データベースの方にデータを送付していただいて、まあ、メタ情報、要はデータベースの説明の情報を作っていただいたりということになります。で、人データベース と、データ提供者間の、協議の内容なんですけども、データの分類オープンにするのか制限公開にするのかデータの公開の日はいつにするのかデータ利用での制限事項等を、まあ、協議をするして決めていくということになります。でそのようなことがありまして最終的にそのデータベースに対して格納された後に ID が発行されるということになるので、まあ、そうすると例えば論文を今、書くときにそのちゃんと公的なデータベースで ID をもらってくださいということが条件になっているものもあるかと思うんですけど、まあ、ほとんどはそうだと思うんですけどもそういった論文に書けるようなちゃんとした ID の方を私どもで発行するというようなことになります。で一方 でそのデータを利用したい場合、他の、プロジェクトであるとか研究機関で行われたデータを見たい場合にはやはり、NBDC の人データ審査委員会の方に申請をしていただいて、まあ、承認を、させていただいて、その後アクセスをしてデータを、確認することができるという手順になります。でさらに、その利用状況を、NBDC の方に、年1回もしくはその、終了時に報告してもらうというような流れになっています。でこれはデータベースの、制限データベースの保護の状況を表したものなんですけども先ほど申し上げました通り、制限、標準、制限データに制限公開データにつきましては、セキュリティレベルの、レベルの1というのと2というのがありましてレベル1では、ランナーのサーバー内のみで利用ができるであるとかデータのコピーのが原則禁止になっているとかアクセスできる人の限定であるとかあるいはセキュリティに対するチェックリストを提示してもらうというようなことがあるのに加えてさらにその、セキュリティレベルの高いものについては入室の管理を行うというようなことで厳重な管理のもとでデータの公開を、進めているというものになります。もし今回この、参加者の中でそういった人データに対して、取り扱いに困っている方がございましたら、後ほどまたご相談していただければと思います。またメール等でもご相談を受けてもらっておりますし近々その、NGS 現場の会という、自在試験査に関わっている方の学会があるんですけどそれが多分筑波かどこかで7月の頭ぐらいにあると思うんですそこで今日はちょっと来てないんですけども人データの NBDC の担当者も来ていますのでそこでブースを、開いて、いろんな相談を受けたまわるというようなことを、する予定ですのでもしそういったことでお困りの方があればその、機会も利用していただければというふうに思います。あと、残りが数分なんで、まあ、ざっとちょっと流させてもらいます。であとは私どもの、 その、サービスのうち特にその人気の高いサービスを、最後ちょっといくつか紹介をして終わりたいと思います。これがポータルサイトなんですけども
そこに、日本語や動画で分かりやすくという3つのサービスがここで紹介されていますけれども、これが、特に私どもの、人気のサービスでして、そのうちの一つが統合テレビというもので、これは統合テレビについておそらくその NBDC とか DBCS という組織を知らなくてもこのサービスは知っているという方、いるかと思うんですけども、データベースであるとかバイオマティクスのツールの使い方を動画で分かりやすく、ご紹介したものになって、お配りした資料では、今動画の数が800何十本以上って書いてあると思いますけども、最新のデータでは900個ぐらい900以上になっているということなので、こちらの今表示している資料では900以上ということに書いてあります。動画ですのでこれも自由にご確認いただければ、そうだ、この今回 の、 この講習会の内容もちょっと後ろで今ビデオ撮影をしていますので皆さんの姿が映らないようにはちゃんとなってるんですけども、この講習会の内容もちょっと一部の、課題にはちょっと公開できないものもあるかもしれないんですけども、基本的に全て公開できるようにしますので、今回参加できない方、ご同僚の方につきましてもそういったアップする予定ですので、これを、ご覧いただければと。おそらく統合テレビの方から公開が、しばらくしてから、されると思います。あとは、ライフサイエンスの新着論文レビューというものがあって、これは日本語による英語論文の解説の記事であったり、あるいは、学問分野領域を対象にした日本語レビューというような、ものも、先ほどのポータルサイトの方から見ることができますのでご活用いただければと思います。でほぼ大体時間になったんですけども、あと最後に私どもそのデータベースの統合を進めていまして、各今省庁間で今までは文科省、経産省、農水省、厚労省、別々でちょっとやってきて、なんですけど、その、成果を統合するために、integbio.jp っていうその、サイトを設けて、その各省庁間の連携の様子を表した省庁のページ、紹介のページがあるんで、これは特にそのデータベースに直結しているというようなものではないんですけど、その取り組みについてご紹介しているページなので、ご興味があれば、ご覧ください。ちょっと時間が過ぎてしまったかもしれませんけども、最初の課題についてご紹介を終わります。ありがとうございました。